よく道案内で徒歩丸分ってアクセスのとこに書いてあるけど、マルシェだったら何分なのか検証。いや、盛り上がってましたね。盛り上がってたんすかこれは。今日の企画はさっき説明した通り、はい、長々とタイトル説明したんでもう説明しなくていいですよね。大丈夫ですか。例えばどっか行きたいってなるじゃないですか、お店に、はいはいはい、その時に徒歩何分って書いてあるじゃん。うん、あれマルシェだったら何分かって一度は気になったことありますよね。まあでもあんまないよあんまないだろで、まあ、せっかくならね、フェンシングにゆかりのある場所で、うん、なんかいいとこないかなって調べたら、うん、中村橋。まあ、東京フェンシング紹介。東京フェンシング紹介が、はいはいはい、あの、サイト見たのよ。うん、そしたら、アクセス。うん、中村橋北口より、徒歩3分、うん。いや、徒歩3分は正直、ちょっと持ってると思う。そこはもうブレるから。あ、ブレるか。そこ話したら。一回、駅北口から、中村橋駅北口から紹介まで歩くじゃん。うん、で、実際何分なのかを検証しますと。うん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 、で、まあ、3分以上だったら、うん、まず紹介に文句言う、うんうん、で、その後に、うん、岡田に、マルシェで、うん、あ、紹介まで行ってもらいます。はい、はいはい。で、そこで何分なのか、はいはい、調べて、紹介にまたホームページ書いてもらいます。なるほど、なるほど。紹介にマルシェで何分か書いてないのおかしくない？確かに。これ書いてあったら多分、分かりやすいってなるけど。確かに。ちょっと笑っちゃうよね。ちょっと笑っちゃう。いや、これはもういいんじゃない？いい企画なんじゃない？大丈夫。大丈夫でしょう。ちょっとやってみないと分かんないから、ね。分かんない。うん、でもちょっとそういうとこ多分視聴者も気になってるそうかなと思うから。いや、俺だけだと思う。いや、俺とかな。あ、そうかもしれないから。じゃあ早速、中村橋駅に行きましょう。レッツゴー、ザトキングチャンネル。びちょー。はい、ってことで、中村橋駅の北口に着きました。よいしょ。まずは、徒歩で計測したいと思います。早速行きましょう。はい。いやまあ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 、中村橋なんて紹介来る時しか来ないよな。確かに。なかなか危ない。こういうのも車とかもやっぱ計算に入ってますからね。入ってるね、入ってるね。でももう見えてるから、確かに3分もかかんない説あるぞ。あ、信号青になりました。やばいいいね、ちょうどいいね。ちょうどいい。いや、やばい、もうついちゃう。ついちゃう。いいんだよ、ついちゃう。はい、はい、はい、どうも、はい、入りました。結果出ました。2分3秒78。いや、ちょっと邪魔なんで。いや、めちゃめちゃ早く着いちゃいました。そうね。え、だって信号、まあスムーズだったのもあるけど、信号止まったら3分って感じですかね。そうね。一旦2分3秒ってことで、はい、やっぱ同じ条件で撮りたいですね。確かに。はい、じゃあ駅まで行ってマルシェで計測しましょう。はい、ちょっと視線が痛いですが。じゃあまた。ザトキングチャンネル。はい、次はマルシェで検証します。着替えてもらいました。はい、ちょっと迷惑なんで早くやりたいと思います。じゃあ行きますね。行くよ。はい、準備いいですか。はい、マルシェね。はい、よーい、スタート。恥ずかしい、これめちゃくちゃ恥ずかしい。いいよ。渡ってますね、渡るほど。マルシェダッシュじゃないですよ、マルシェですよ。いやー、これはちょっと時間かかりそうですね。まもなく信号に差し掛かりますが、今赤なんでちょうど青になりそうですね。あ、これ信号で止まるか。あ、止まんない。ちょうど青になった。青になりました。同じぐらいのあれだ。
腰落としてもらったいや相手を想定して初回見えました。ちょっと入らせてもらおうかな。今ゴールです。ゴール。時間出ました。ちょっと移動しましょう。はい、ということで検索結果出ました。出ました結果、2分58秒62です。2分58秒。ああ、だから1分プラス約1分、マルシェだと。はい、でも3分以内ってことだから、もしかして紹介に書いてあったのはマルシェの時間だ。可能性ある。それを込み込みで、さすがフェンシング紹介。息上がってますね。もう左足パンパンで、もう左足左足をずっとこうやってマルシェできたから、はい、でしたけど。ありがとうございます。じゃあ検証結果、はい、紹介アクセス3分は、はい、徒歩じゃなくてマルシェだった。じゃあちょっと今から紹介に行って、間違ってますよ言いに行くんで。だけ信号の場合は確かにそう、もうちょっとかかるんで、かかるからね、そこもな、よし何やってもらいました、うん、はい、ちょうど西田さんも出てきてくれたんで。ありがとうございました。マルシェで来たんで、マルシェで来たんで、本当にね、すげえな。そうそう、徒歩2分、マルシェ3分。これ面白い。紹介なんで、お願いします。交渉成功で、交渉成功、やりました。